本日はお台場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。お台場海浜公園では昨日今日と海の日祭りを開催しております。砂浜に見えるペーパーランプの点灯を行いたいと思います。あと5分ほどで着火パスの配布を行いますので、あちら正面奥に見えます青と白のテントの本部で着火パスの配布を行ってますので、皆さんひと夏の思い出にぜひともランプに点灯をお願いします。で、点灯の方は30分からになりますので、合図を送るまでは皆さんつけないでくださいね。そこら辺はご了承ください。お願いします。もうまもなくチャッカマンの配布を行いますので、皆様ご協力をお願いいたします。今年の海の日祭りは13回目を迎えて、お台場海浜公園の風物詩として皆様に愛されてきました。今回のテーマは臨海ひとし町開き20周年と東京港開港75周年記念です。お台場のシンボルであるレインボーブリッジや自由の女神を描き、町開き20周年を祝い、昔の江戸港を遊泳港をしていた春海線を描いています。砂浜にはペーパーランプのようなそういう絵を描いてありますので、ちょっと地上からじゃ見えないんですけども、上空からですそういうような絵になってますので、皆様チェックしてください。まあ、全てのろうそくに火が灯り、完全に火がついたら皆さんは光のページェントが吹き込んでくれます。お台場海浜公園で幻想的なひとときをお楽しみいただけると思いますので、皆様ぜひチャッカマンの方を手に取り、6時半になりましたら点灯の方をご協力お願いいたします。そこの階段に座ってるお客様、ライブまだもうちょい先なので、もしよかったら点灯式の方参加お願いします。6時15分だったらチャッカマンの配布も行いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。